はいレオンンチャンネルです今回紹介するのはこちら新幹線変形ロボシンカリオン Z シンカリオン ZE5 はやぶさです。 はいまさかの「シンカリオン」の新しいアニメ放送開始になりましたね一番最初の「シンカリオン」が約1年半放送してその続編にあたる劇場版も公開されてアルファ x のやつも面白かったっすよね特に劇場版はいろいろとお祭り感半端なかったんですが新章スタートおそらく世界観としてはこれまでの「シンカリオン」と同一世界でありながらシンカリオンの運転士たちも一新されてて主人公の新たシンは運転士ではなかったんですが が可能性はゼロじゃないで巻き込まれつつシンカリオンと見事に適合してそのまま Z はやぶさの運転士になるっていう巻き込まれ型の主人公でしたね。そしてパッケージも 以前までのちょっと変わった形の形状から完全な四角になってただ横から見ると新幹線が映ってるっていうこの構図変わんないのいいしシンカリオン状態のこういうイラストもあるのがいいな E5 はやぶさ自体が一応フルモデルチェンジしてて関節めっちゃ増えてるしまたこれは旧 E5 はやぶさと比較したいと思いますが今回はこれね Z 合体手足パーツが分離することで新幹線ではなくって在来線 のとイイと変形合体可能これが今回の新しいギミックこれまでも新幹線同士のクロス合体はありましたがついに在来線も絡んできましたねいろいろ面白いでは遊んでいきましょうとりあえず第1話を見た感じこれまでの新カリオンの雰囲気をそのまま踏襲してて何も気にせず新シリーズを見られたのは良かったですねあしかもすごい今回普通に プラスチックにこうやって入ってるんだ。この梱包いいっすね。前段ボールだったから。で、シールもめちゃ少ない。バラバラな入り方。はい、パーツを取り出すとこんな感じで、進化量に関してはこれまで DXS シリーズは全種レビューしましたが、どれも見たことのないパーツ構成。何もかもが新しいですね。でもシールがさ、ほとんどないのが助かる。めっちゃ少ないね。先にシール貼っちゃおうかな。腰回りの形状も、 見たことない形。下半身の前部分と上半身の内側。シールの形も新しいなあとは下半身の内側だって足の付け根が、あ、こうやって格納されてるんだ。右足側が6番。カラフル。反対側が7番ね。OK で。あとは腕。どれだこれかうわうわ。あ、関節めっちゃ硬い。 もうこの時点で可動プラス超え確定だな。反対側の貼ってあげると。オッケー。シール終わりだ。で、まず、新幹線モードだね。開封した状態から、ボディを戻して、で、顔も、おーへーへーこうなると。さらに、さっき展開した腕パーツが、先頭車両に、そのまま、 連結するんだって。こういう風に。ほーすごいパーツのチリもめっちゃ合ってる。初期進化リオンを知ってる僕としては、これこそ進化を感じるな。最初ここのね、チリがちょっとずれてたりしたんすよね。別で車輪パーツがついてるんだって。へー。ほら、下側見てもう車輪ないもん。こうだ。 で、あとは連結器なしのものを、こっちにはめると。ほー。もう全部新しくて超楽しい。で、こうなって、こうなるわけね、連結が。で、こっちを前にして、エキスカリバー、エクスカリバーって言ってるかと思ったら、エキスカリバーって言ってたのか。今回二刀流なんですよね、シンくん。 二刀流でこう持つじゃん。で、右よーし左よーしで、黄色い線の内側までお下がりください。で、エティスカリバーなんですよね。右よーし左よーしって、めっちゃ面白いじゃんって思った。2> 第2話でもうザイライナーが登場するみたいですから、超楽しみ。これで中間車のカバーをつけるんだ。パンタグラフがある方が、 後ろ側。ほー。やっぱでも相変わらず中間車は武器庫とかそういう感じになるわけね。でもあれだ、電池で動くレバーのやつがない。そして足パーツは、開封した時の形に戻してあげて、連結、さらに、これ交尾車ね。ここ倒すのかそして、爪を使って、どういうことあ、ここに、ここに、 はめるんだ。こういう風に。結構パーツ細分化されてるな。もうシンカリオンで遊び慣れてるでしょみんなみたいな。そういう意志を感じる。なのでこれまでの初期のシンカリオンに比べたら結構細かく分かれてるって感じですね。前はエイヤーで遊ぶことができましたからね。今回はちゃんと指定の場所にパーツをカチカチっと はめる感じ。で、車輪は、車輪っていうか正式名は台車か。これもほら、すごい、さすが、高富。ものすごいスムーズ。で、モールドもね、きっちり、メカモールド入ってるし。で、こうして、ここも連結と。はい、これで各車両、進化カリンの新幹線モードが出来上がりました。すべてが新しい。 では、各車両を確認しましょう。今回は説明書を見ると、先頭車、中間車、後尾車ではなくて、1両目、2両目、3両目と書いてありましたね。なので、1両目、いわゆる先頭車。っていうかさ、プラレール感ちょっと薄まったな。前の先頭車はさ、ほら、この辺の車輪部分とかがプラレール感ありましたが、 基本シルエットは同じなんだけど、これが進化リオン Z で、こっちが無印ね。裏側から見ると、だいぶ作りが違うって感じ。長さとかは基本、プラレール基準ですね。でも、分割線とかが、綺麗に減ってるのか。へ色もちょっと、塗装の質良くなってる。あ、でも、中間車は普通に、プラレールっぽいですね。はい、二両目。 以前までの中間車と比べると、あ、ちょっと短い。そして、三両目後尾車。まあ、先頭車と基本シルエットは同じですが、こっちが下半身、こっちが上半身で、真ん中が武器庫っていう構成は変わってませんね。そして連結ギミックなんかも、これまでと、 変わりありませんので。はい、Z の E5、はやぶさ、新幹線モードの出来上がりと。中間車がちょっと短い分、若干これまでよりコンパクトに感じるかな。あー、走行のスムーズは全く変わらず、めっちゃスルスル進む。もちろん、問題なく対応してますね。完璧、完璧。 では各連結を外した状態からいよいよシンカリオンモード行きましょうチェンジシンカリオンそういえば今回もシャショットのようなナビゲーターがいましたね。スマホになってましたけど。で、まず一両目の台座を外す。新しいね。で、前後ろで分割と。で、こっち腕パーツになりますから、分割するとこの短い車両ができるでしょハッチを手動で 開く。さらに、頭を出してあげて、角パーツも展開。角硬いうっかり格納されることはありませんね。改善されてる。で、前にずらしつつ、こういう感じ。ロックと。ここまでバネ展開になってましたけど、今回は完全手動っすね。あ、なんかフルモデルチェンジでイケメン顔になってる。ここ開くんだっけおーグランクロスパーツもあるじゃん。 Z グランクロスだ。今回。説明書に書いてある。そして腕パーツ。本当ね、マーク2で遊んでる感覚だな。もうあのあたりのシンカリオンを遊んでた子なら、全然難しくなく、苦もなく遊べる感じ。で、ここに新たなジョイントがありますから、Z 型合体のこの部分にはめると。うわ、すげえ。だとあれだ。下の腰パーツも 展開してあげると、カチッとね。そうすると、ここの不安定さが、フレームの不安定さがなくなりますね。完全に固定される。あ、カタアーマーとかコンパクト、モデロイドっぽいで、ワンクリック。あ、クリック入ってんだ。これで上半身か。すげえかっこいいぞ。で、中間車は使わないというか、あくまで武器収納になりますから、武器を取り外して、これでも外した台車を、 収納しておくことは、あ、できないんだ。なるほどね。台車の場所に困っちゃうね。そして下半身。これも台車を外して、前面のカバーパーツを外すと。そして後ろ側のこのカバーも外します。で、腰パーツを前に持ってきて、ハの字に広げる。関節、新しい。 そして外したカバーパーツの下側が足首になりますので、ロックして前に持ってくると。で、ここのカバーを前に折りたたんだら、これを横側にして、でさっき外したパーツを、ここが CG の進化量みたいに重ねて、こうなるわけ。すげえすげえ進化 やって欲しかったんですよ、デラックスシリーズで。分かってるなーやって欲しいこと。付け替え変形とはいえ、再現してくれるんだ。倒す、ずらす、で、外した内側を、この二つのジョイントで、内側から見るとこんな感じで、ね、ロックしてあげると。なるほどね。変形工程っていうより、 完全に見た目重視にしたって感じ。で、ここの Z 型のジョイントがありますので、押し込んで、ロック。さらに、押し込んで、ロックで、ここ、可動入ってるパーツがありますから、ここね、位置合わせてというか、変わった形状になってますので、この形を合わせて、上下連結なるほど前の、 戦闘車と後尾車の自動型みたいな、そういうのもオミントされてますね。え、てかすげえプロポーションいいんだけど、モデロイドじゃん。で、あとは武器パーツを持たせてあげれば OK か。ちょっとこれ興奮度やばいぞ。台車はどこか収納する箇所もないので、はめる場所もないから、ポイ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 と置いておけばいいか。 完成シンカリオン ZE5、はやぶさです嘘だろうなんだこの紙プロポーションちょっと待ってもうモデロイドじゃんモデロイドがデラックスサイズになりましたっていうか、変形、完全変形するモデロイドみたいな。でもデラックス的な温かみもあって、この触り心地に。まじ最高なんだけど、すげえデラックスガング来たあ。でも今回あれか一応 DXS っていうシリーズではないのか。 まあでも一応デラックスソートですよね。すげえ可動プラスであった可動の弱さ、関節の弱さみたいなのが一切なくって、かなりガチッとしてる。アルファ X でも、簡単変形の方は完成した感あったと思ったんだけど、またそれとはちょっと違うベクトルで、まあそれでも簡単変形っぽさを残しつつ、傑作玩具のアルファ X を超えてきたね。 すげえ、ちゃんとシンカリオンだけに、ちゃんと進化してる。これは超絶おすすめ。今、ジュラガオーンとシンカリオン、ロボットどっち買おうか迷ってるんですよっていう場合は、もうどっちをおすすめするか超悩むぐらい、すんごいいい。はい、わかりやすく、シン QE5 ハヤブサの直立状態で並べるとこんな感じで、全然違うね。フルモデルチェンジすごいね。下半身のカバーの重なってるパーツ。 本編だとそこが結構目立ってたんですが、それが今回、ちゃんとデラックス版でも再現されてたり、直線的だった下半身のこのあたりの股周回りのパーツが、より立体的になってる。で、腕が若干短くなったりとか、肩アーマーが少しタイトめになったりとか、全体的にプロポーションの良さが、今回の Z 版目立ってますね。いやでもまあどっち こっちもいいけど、Z 版の方がやっぱしっかり最新感ありますし、この辺のメカモールドも含めて、やっぱ新版いいっすね。ここのカバーの収まり方とか完璧だなさらに、今回の新君版、全然違う。何一つパーツ流用が多分されてなくって、すべてが新しいですね。 で、前までは、ま、首はボールジョイントで動いたりとか、ここクリックで動いたりとかはしたんだけど、腰可動とか、ま、可動プラスはちょっとありましたけど、基本的にはなくって、足も変形の関係で動く程度だったんですが、それがね、どうなってるかっていうと、まずここがボールジョイントで自由に動く、ここが Z 合体のジョイントのおかげで、 軸可動クリックで動くんですよ。で、水平、変形の関係で動く、ロールあり、肘稼を手首は今回変形しませんので、あ、でもここロール入ってんだ。まさかの腰ロール !360 度神可動マジ神そして、ここクリックで、こんだけ動くんですよ。 でさらに膝可動があって足首ボールジョイントになってますから僕の大好きなライダーキックポーズみたいなのも全然問題なくさせることができる上に格闘ポーズもお手のものっすよちょっと腕とか下げつつほら横キックとかいけるしこれ大股を開いたりとか両手をバッと 開いたりとかの開いて可動みたいなダイナミックなポーズができると。すげえ。やべえよ、シンカリオン Z。でも前まであった拡張性は、あ、生きてるね。ここは Z 合体のジョイントだけど、こういうとことかこういうとこが、これまで通りジョイント生きてますので、武器格納とかこれ外して、ここにはめるとか、ほら。 これまで通りあるし、さらに今後クールキャラが出てきたら、こんな感じでスラッと鬼滅立ちみたいなこういうこともいけるわけ。ここの肩アーマーの角度とかを絶妙に変えられるので、このプロポーションの良さいいね。むしろなんかもう腕組みさせたいけど、そこまではさすがにできないか。あとは、グランクロスね、Z 版のグランクロスちゃんとありますので、 これでこうして手首もロールさせてほらこんなダイナミックなグランクロス発射みたいなこういうポージングも楽しめるわけですよすごないすごない新深カリオンえ、こっからさらにここ外して在来難と合体して武装チェンジとか遊びの幅広すぎでしょ へえ関節はねほんと硬いでカチカチちクリック感あるのとロールがあるおかげででロールもねものすごい硬い格闘パンチポーズみたいなそういうこともできるししんくんの攻撃はい右用紙そして左用紙で上でこうクロスしてましたけどはいこんな感じで劇中の必殺攻撃チャージポーズなんかもバッチリ。 で、こっから振り下ろして、すげえ、ロールあるおかげで、こんな振り下ろせるんすよ。こんなに、こんなに、やばいっすね。やばいですね。これは、すぐに買いに行った方がいい変形ロボっすね。ただあくまでシンカリオン Z シリーズってことで、これまで発売したシンカリオンとは、 何か連動があったりとかそういうのはさすがにしなさそうっていうか無理そうっすねジョイント的にへえでもこれロボット状態がかっこよすぎてもう新幹線モードに戻さなくてもいいかなとは思うちょっと手間だしね正直じゃあ最後にもう一回新幹線モードに戻しますよでも一回覚えれば超簡単武器外すでも一回一回 外す必要があるんですよね。こうして、こうして、カバー戻して、で、腕収納を、はめる。反対側も、腕、収納を、そして、ジョイントまっすぐにして、ロック。で、こっから、台車がいると。台車がね、正直置き場に困るな。これ、収納する。 箇所が欲しいで下半身は一旦、うん、全部バラバラにする必要があるのもまあでもマーク2とかでもねほぼ同じ感じだったし逆にマーク2に比べたら今回簡単っすよ。外すまっすぐにするかかとロックからのつま先収納そして反対側も同じように内側のカバー。 外すここ展開かかとかくのをつま先前にでどうだったっけここで連結かここのジョイントがあるからここで連結してあげてカチッとで先頭部分のカバーを左右 はめてあげて台車パーツを下からここもねすごい固めそして中間車もこうしてこれではい元に戻りましたって感じでマーク2よりは簡単で普通のシンカリオンシリーズよりはちょい 難しいってことないけど、ステップ数があるって感じですね。でもどちらにしろ変形合体は非常に簡単だと思います。まあ、でもロボット形態のプロポーションがあまりにいいので、意外と新幹線モードにすることがなさそうかな はいといととうことで新幹線変形ロボシンカリオン ZE5 はやぶさを紹介しましたもう自信を持って言えることは忖度とか一切なく超イケてるおすすめ玩具前の稼働プラスの関節の弱さが完全に払拭されているのとシンカリオン1機の後期のおもちゃに若干あったおもちゃの遊びづらさみたいなのが完全完璧に解消している上にプロポーションなんかも全て良くなっててこれね シンカリオン Z 正直おもちゃとして弱点なしって言ってもいいんじゃないかな言い過ぎかなそれくらいちょっと感動しましたこれはシンカリオンこれまで遊んだ人は特にその進化を感じるはずでこっからプラス在ライナーと武装チェンジできるんでしょちょっとこれは来週放送したら すぐ、ザイライナーとの Z 合体遊んでみたいと思います。以上、新幹線変形ロボシンカリオン ZE5 ハエブサの初介でした。